あんた知っとるけ、ほくりクイズ。クイズというわけで、北陸3県の過去現在未来にまつわるクイズに答えて学んでいこうというコーナーです。はい、こんにちは、のと香川です。まどかちゃんは初めてかな。初めてです。お会いしたかったです。声だけだけど。ありがとうございます。怖い。ちなみにね、あのね、はい、水玉を好きな人ってね、チャレンジ精神旺盛な人が多いんだって。すごい、うん、香川さんそんなことまで分かるんですか。いろいろね勉強してるんだよ香川はね。知識豊富。それから今日はあれだね、ピンクじゃなくてビラビラだね。それね、ビラビラじゃない流行り。あ、そうなの。知らないんですか。最近昔のね特撮とかよく見てるんだけど、怪獣でそういうの多いよね。怪獣だ。これおしゃれ。ファッションだから。ファッションだな。そうだね。まあじゃあ、いや、とりあえずね、今日のクイズ行こうかね、はい、まずはこちらです。これからシーズンを迎える石川県オリジナル品種のフリージア、エアリーフローラ、これ知ってるよね、うんうん、でこのエアリーフローラを広めるためにこれまである取り組みをしたっていうんだけど、やったことのある取り組みは次のうちどれだ。1番試食会、2番ファッションショー、3番足湯。これどれも、本当にやったのっていう感じだけれども、まあ、でもあってもおかしくはないですよね。どれもね。さあどれかな。じゃあせーのでいこうか、はい、せーの、はい、ドン。3番、3番、2番。お、不安。ビラビラちゃん、ファッションにうるさいから。ファッションでしょ。いやいや、でもなんかあったら素敵かなと思って。おー、なるほどなるほど。試食会中子はいなかったね、でもね。そうですね、食べないかな。食べないかなと。じゃあ正解いこう。正解はこちら、3番の足湯。なんでなんで。これまどかちゃんはなんで足湯にしたの。足湯で気持ちもこうちょっとなんか和らぐかなって、お花で。あ、なるほどね。ちょっとね映像見てもらおうかね、はい。優雅な春の女神という意味が込められたエアリーフローラは2008年に販売が始まった石川県オリジナルの品種なんだね、うん、はい。で販売期間は例年だと12月から4月までで、卒業や入学などの新たな旅立ちに贈る花として、うんうん、まあ、ぴったりということです。で現在なんと11色で展開されていて、うん、去年のことなんだけど普及のために加賀温泉とコラボして、はい、これはご覧のようなね、足湯にエアリーフローラを入れたわけよ、うん、はい、素敵よね。あのバラ風呂みたいなイメージに持ってくれたらいいかもしれないね。で石川県では今シーズンも、まあ、何かキャンペーンやるんだけど、コロナ禍だからね、どんな風になるかっていうのがまだちょっと分かんないんだけど、でちなみにエアリーフローラの花言葉は希望っていうのよ、うん、ね。でまどかちゃんの、水玉白でしょ、はい、白いね、フリージア、ね、フリージアって色ごとに違っててね、うん、白いフリージアはあどけなさとか、あ、すがすがしさとか言って。あでさ、ビラビラの好きなピンクはさ、ピンクは何かっていうとさ、ピンクはね、ちなみにね、うん、ないんだって。え、ピンクはないんだって。赤はあるんだって。あ、そうか。うん、花言葉自体はピンクのフリージアっていうのはないそうだよ。意外だね、うん、はい。じゃあそんなこんなで次行ってみる。うん、第2問こちら。これからできるかもしれないですけどね、はい。オバマ氏の企業が折れたバットから作っている商品はなんだ。バットがさ、野球のプレーで折れちゃったらどうすんのかななんて思ってたけどね、何か作ってるっつうわけだね。1番箸、2番だるま、3番積み木。さあ、金属バットじゃなくて木のバット、木製のバットね、はい、バット、バットだよ、バット、ちょっと迷う。バットさあ、これがヒントなのかヒントじゃないのかはわからないけどね。さあ、せーの、はい、ドン、はい、2番、1番、2番。なんで2番だと思ったんでしょうか、まとかちゃん。ちょっとね、3番と実は迷ったんですよ、はい、迷ったんだけど、
だるまかなと思いました。なるほどなるほど、ミイカさんと思ったのね。そうビラビラはいや、なんかあのバットってまあ折れちゃったってことで、まあ、なんかどんなことがあってもまただるまみたいに起き上がるぞ。なるほど、これちょっと来たんじゃないですか。来たね、これ来たね。はい、こうか。じゃあ正解はこちら。こっちダメやあのさ、オバマって言ったらさ、お箸で有名でしょ。そうなんですよ。だそうかなと思って、ね、これ覚えといてね、テレビの前の皆さんもね、覚えといて。オバマは橋が有名なんだよ。福井県小浜市の橋メーカー氷左衛門ではプロ野球を中心に折れたバットを再利用してお箸作ってんのよ。その名もなんとカット橋っていうんだよ。で、売り上げの一部はNPO 法人青ダモ資源育成の会を通して良質なバット材として知られる青ダモの植樹や育成に利用されてるわけだね。でちなみに氷左衛門ではね、この箸の他にボールペン、その名もブルペン、箸置き、その名もベンチ、印鑑はじゃあなんていうか知ってる？印鑑はね、ホームイン、こんな風な商品も作ってるって言うんだよ。じゃあ今日は最後にクイズ1個やって終わろうか、はい、野球の審判が嫌いな食べ物は何だ。野球の審判が嫌いな食べ物は何だ。食べ物、こうシーンとなっちゃうんだよ。これテレビだってこと忘れてないよね。真剣に考えて。いやシーンは関係ないよ。シーン、パン、反則とかな。ダメか、もうダメだな、時間なくなってきたな。ちなみに審判のことは、アンパイア、アンパンや、アンパンが嫌いなんだよね。じゃあまた来週、さよなら。やられちゃった。いやなんか誤審とかミスジャッジとかいろいろ考えたんですけど、食べ物かと思って出ませんでした。